川端です。よろしくお願いします。今回はですね、近江高校の問題です。10の位が同じで1の位の数の和が10となる2つのね、2桁の数、その掛け算についての話です。まあ、例えば10の位が同じ、6で同じで、1の位の和が10、足して10ってことなので、例えば2とかですね。だから62と68っていうのはこの条件に当てはまってます。で、その時にですね、このような計算でできますよって話なんですけれども、答えの下2桁は1の位の数の積、今1の位のが2と8なので、これ 2×8 で16と下2桁は出ますよって言ってます。で、またその上の2桁の数についてですが、10の位の数6と、それに1を加えた数、6に1を加えたら7ですね、との積、つまり掛け算、6×7 で42と。そうすると、これ4216となりますよと。そもそもこれね、本当に合ってるんですかね。ちょっと確かめてみましょうか。62×68 ですが、2波16、6波18で9ですね。で、2612、6636で7ですね。と、6で、2足す9で11で、8足す4で12になって4、になりますね。と、4216。確かに合ってますね。で、なんでじゃあ、こんな計算で求められるんですかと、ね、これをね、説明してくださいと、そういった問題になってます。まあ、実際の、入試問題はですね、誘導になっていたり、穴埋めになってたりしてますので、まあ、完全に記述ってわけではないんですけども、ぜひ考えてみてください。はい、それではね、解説していきたいというふうに思います。まずはですね、やはり文字で置いていきます。10の位の数、これが同じなんですけども、例えば10の位の数を A イメージでね、10の位の数を A として、で、1の位の数を片方を B、 片方を C としましょうか。で、この掛け算、これを考えていきます。そうすると、これを10の位が A で1の位が B の数は、これ 10A 足す B と表現することができますね。また、10の位が A で1の位が C だったら、10A 足す C と表すことができます。で、これを計算していくわけですね。そうすると、これ、カッコ外して、まず 10A×10A で、100A2 乗というぐらいになりますね。で、続いて、まあ、これかけて、これかけてってやってもいいんですけども、乗法公式、カッコ X 足す A、カッコ X 足す B だったら、これは X2 乗足す、カッコ A 足す BX プラス AB ですね。今、ここの 10A と 10A ってことで同じなので、10A と 10A と同じですから、もちろんね、この X のところが、まあこれ 10A、10A となっているようなものなので、普通にここの部分ね、まとめてやることができます。つまり、この B と C を足したもの、B 足す C に 10A かけたものだよというふうに表すことができますね。で、最後、後ろの2つかけて B×C で BC という具合になります。で、ここでですね、今、B と C には条件がありますね。どんな条件かっていうと、1の位の和が10ということなので、これ B 足す C、ここが10って書き直すことができますね。B 足す C が10なので、B 足す C イコール10を、まあ、代入すると考えてください。そうすると、100A2 乗プラス、ここに10入れたら 10×10×A で 100A になりますね。足す BC という具合になります。そしたらですね、100A2 乗足す 100A ですが、これ 100A でくくれますよね。100A カッコ、ここの部分ですね。で、A 足す1プラス BC という具合になりますよね。そしたらですね、この式から、このように計算できるってことが言えるんですね。どういうことかっていうと、まず BC っていうのは、これは、先ほど言ったこの答えの下2桁の数になります。この B×C っていうのはね、ここのね、こう今ここが B でここが C なので、ここ2波16と、ね、2×8。これだったら、B×C、この BC と、ね、いうふうに来てるわけですね。で、続いて、100A カッコ A 足す1ってことは、まず、A と A 足す1、ここをかけたものというのはですね、A と A 足す1をかけたものっていうのは、これを表してますね。10の位の数と、A 足す1、
それに1を加えた数との積ですね。で、100倍することによって、ここの、この BC の位の、この100倍ってことで、ここの位の部分が出てきますよね。100倍するわけですから。そうすると、ここの部分が A カッコ A たす1をで表した数になるわけですよね。なので、この言ってたことは正しかったと、ね、説明できますよということになるんですね。言ってるの分かるかな ?100 倍したらこの2つずれますよね。この2桁ずれた形になるので、まあ、300とかだったらね、ここね、2桁、下2桁が00になって、これを加えるわけですから、このね、その上の2桁の数を表すことになりますよね。ということなので、今、このね、説明通りやることによって計算することができるということなんですね。なので、まあ、このね、2桁かける2桁ですね。けれどもね、まあ、ちょっと10の位は同じじゃなきゃいけないというルールと、ね、1の位の数を足したら10にならないっていうね、ルールがありますけど、まあ、知っていればですね、2波16って、6、7、42っていうので、パーッとね、答えを出すことができると、そういった問題だったということになります。それをね、説明するという問題でした。わかったかな?以上で解説終わります。では。